ビバリーハウス公演、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信司でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマスダビル4階ロカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信司はいや、吉本新喜劇は頑張っております。私森田と申します。毎回新喜劇内外問わず色のところからですね、パートナーのことは昔グローバルの情報から半径20センチで小さな我々を皆様にお届けするバラエティとなお時間となってございます。大変久しぶりのこちらの六角うさぎさんからの森田信司でございますが、長期山形の方に行ってましてね、まあ、いろんなことが煩わしくなるんじゃないかと思ってですね、まあちょっと、まあ、いい天気だなと思ってね、天気ではそのこのウェザーの方じゃなくてね、まあ、チェンジターニングポイントですね、でですね、ちょっとまあ綺麗さっぱり行ったろと思ってですね、行ったんです。綺麗さっぱり行ったろまで行ったんですよ。ただまあやっぱだいぶ薄いんですね、全然伸びてこないですね。やっぱりそのもう根が弱いとこの上もね、茎やなんやらも弱なっていくのかもしれないですけどね、もうこのままいったろうかなと思うんですけど、ね、まあいろいろございましたが、まあまああのボイシーだなんだいろんなことで、まあイベントの方でも向こうでイベントもさせていただいたらね、そちらのアワーの方もぜひ見ていただければ何かと私の山形での生活が垣間見れるんじゃないかなと思っておりましてですね、別に何でもわざとここで言わなければならないわけじゃないんですけどね、私去年の12月ぐらいにですね、MacBook の新しいやつを買ったよみたいな、ポイントでむちゃくちゃ安くて買ったよみたいな話をしてたんですけど、半年経ってやっと着きましたよ。でやっと来たと思ってね、やったぜと思ってたら、もう来月ぐらいに新しいやつ出るそうです騙されてるよ今日、書いてましたさっきエディオン取りに行ったら、でも森さんよかったですよ、あれ以降あの1週間遅かったら着くの10月やったんです。いやそういう問題ちゃうねんどんだけ時間かかんねんと、MacBook Pro をご購入される方気をつけてください、手に届いた時にはもう旧式が出る可能性ありますから本日来てくださいました、遠いところありがとうございますということで早速ご紹介させていただきます。谷茂さんでございます。どうぞこちら座ってください。ありがとうございます。はい、どうもすみません。どうもすみません、ありがとうございます。はい、揃ってない。いや、すみません、私もです。お互いさんでございましてね。いや、まだまだ大丈夫や。まだ大丈夫ですか。いや、まだまだ大丈夫。つるつるですね。つるつるですよ。綺麗ですね。上は白髪やし、はいはい、ちっちゃは2つやし、いや、そうそうそう、へそ下は3つもある。1つずつ。いや、普通は7センチやねんけど、はい、伸びたら14センチ。結構大きめの。はい、現在伸びる力なし。消極的なもんで。ありがとうございます。いろんなお話を伺いたいんでございますが、はい、ちょっとこの YouTube の番組なんでございますが、ちょっとスポンサーさんございまして、ちょっと先生に呼んでいただきたいんですけども、こちらの方だけこう順番に呼んでいただけますでしょうか。字はあんまり読めんの、ね。あ、そうなんですか。それはなあの。ただいま、はい、用務員募集中でございます、はい、これサンゴ、はい、タクシーグループ、はい、ありがとうございます、はい、サンゴタクシーグループ、はいはい、あのなんかどうぞですか。知りません。あ、知らないですか。あの大阪市内のタクシーなんでございますけど、はい、乗ったことないね。ああ、まあまあ、お住まいどちらですか。奈良です。あ、奈良のどちらの方でお住まいなんですか。中野川言いましたけど、はい、八木の方に向かっている途中なんです。あ、随分な山奥です。ああ、もう田貫しか来ない。いやいや、そんなところ来てくださったんですか。ええー、よう途中で田貫が間違えられなかったことですよ。いや、ほんま、すみません、すみません、本当に申し訳ございません。失礼なこと言いまして、あの大阪市内に走ってたサンゴタクシーなんですけど、GO というアプリでね、今アプリで読んだりとか、はい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 、で、調べてるじゃないですか。多分奈良は豪雨のアプリがあるかどうか知らないですけど、はいはい、まあ、そういうので呼べたりもできますし、ぜひとも今ね、やっとね、こうコロナで収まっててとんでもなくなってましたけど、うん、今こうね、タクシーを利用される方も多くなってきてますので、はい、乗務員は常に募集しておりますので、ぜひ、車の免許持ってたら、あの二種免許のお金出してくれるんで。ああ、はい、そうですか。そうなんですよ。わし、ここまで車で来てるなんて。いや、
あ、何時間ぐらいかかるんですか？何時間もかかるんですか？何時間？いや、上走ったらすぐですけどね。あ、はいはいはい。下走ったら約2時間です。そんな、上で来てくれはったんですか？途中から上です。あ、途中から上で、ありがとうございます。すみません。いえいえいえ、そうですか。それはね、はい、乗務員募集中ってやっぱりな、サンゴさんも大変やね。そうなんですよ、これやっぱり何でも言うといた方がよろしい。あ、いや、それはありがたいです。それは言っていただければ、言っていただくほど喜んでくださいますので、はい、それ生命保険と個人の自動車保険なら、はい、アクサのスギちゃん、はい、アクサのスギちゃん、はい、わし目がね、はい、あかんのですか。あら、そうですか、大丈夫ですか。いやいや、ほんまにあの、透明もあかんしね、はい、老眼で、ね、はい、完全に老眼鏡はちょっといや緩いやつってありますけど、あ、ちょっと緩いやつ、あ、緩いやつ、はい、すいません、ちょっと、どんどんです、見えます？全然見えない緩すぎましたね。緩すぎました、緩すぎました、すいません、そんなきっついのネタなかったですね。はい、だんだんきつなりまんねえと。あ、そうですか。そうでんねや。それはな、何でかいな、この個人法人問わず、はい、医療保険からがん保険、はい、積み立ての保険まで、はい、何でも杉ちゃんにご相談ください。はい、フェイスブックで杉原浩二検索をかけていただく、もしくはこう LINE ID とかでございますね、そちらの読み取っていただいて、保険とかは入っておられますか。いや、もうこれ自動車保険は入ってます。ああ、そうですか。まあ、自動車保険って何かしてあります？1年ごとにあの別の会社に変えた方が安くなる。嘘です。そうなんですよ。それは知らんわ、ずっと同じとこや、はい、実はあの自動車保険だけはあのもう掛け捨てなんで。ああ、そうか、そうか、はい、毎年ちゃうとこに変えていた方が安いんですね。へえ。ご相談いただいた方にはですね、もれなく、あ、こちら、こちらのタオルプレゼントさせていただきますので。ああ、ありがとうございます、はい、ぜひとも。あ、スギちゃん。あ、スギ、はい、ちゃんね。はい、そうなんですよ。あのスギちゃんと違いますよ。ワイルドダロのスギちゃんとは違いますよ。どこのスギちゃんかよ。いや、そのアクサのスギちゃんです。はい、なるほど、なるほど。はい、こちら、ちょっと、先生、プレゼントさせていただきますので。吉本進撃。はい。へぇ、恥ずかしい名前やな。はい、いやいや、もうまた、あの車袋とか使ってください。いやいや、そんな重たいもんしまっかいな。お前、これは風呂屋に持っていくんだ。恥ずかしいですけど、大丈夫ですか。いやいや、これ、あの、ほら、なんちゅうのかな。ちょっと京都やないわ、はい、奈良の、はい、吉本が入ってるとこ、健康ランド、健康ランド、奈良健康ランド、はい、あそこへはね、はい、めったに行きません。行かないですね、はい、あそこへめったに行かへんの、はいはい、一番近いところの、はい、そういうように似たようなね、スーパー戦争の支援と、はいはい、そこへは行きません。あ、そうですか、だからあのタオルはね、何枚あってもあ、まあ、そこに持ってくるちょっと恥ずかしい思いされるかもしれないですけど、大丈夫ですか。開けることお前がな。あ、ほんまですか。これ、洗うだけでしょ。あ、そうです、そうです、洗うだけです、はいはい、そう、洗う、はいはいはい、まあ、服のとか他にすることなんもないですけど、ただこうやってね、そのお風呂浸かる時とかにですね、ちょっとつかったら怒られる。いや、浸かる前にこうやってたらちょっと恥ずかしいじゃないですか、こうそんな情報でも真っ赤や、片手だけで。いや、どうしてもよろしいですに手の持ち方はどうでもよろしいですけど、こう持ってちょっと恥ずかしいんちゃうかなと思ってね。まあ、まあ、せめてこう裏返してね、こうちょっとこう、いやいやいや、スギちゃんがちょっと後半に当たりぐらいの感じで使っていただいたらありがたいかなと。そのせっかく吉本新喜劇森田書いてあんなにあった店でやらかした。いやいや、そんなもん吉本新喜劇私も知ってまんねんて。いやいや、それは知ってあるやつはそれはね、はい、ただ私のことはあんま誰も知らないかもしれないですけど。ああ、はい、そう、でもさんで、はい、申し訳ございません。ご自宅などで、空いている土地がありませんか。はい、津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、ぜひお問い合わせを。ありがとうございます。ご自宅で、津田建設、はい、空いてる土地はありませんかね。あ、山こうてどらしてないいや、はい、これはやっぱ空いてる土地いうことはそこそこの、はい、土地ない。いやいや、でもそれなんかアスファルト舗装したいなっていうところがあれば、コンクリート舗装とか、そういうね、はい、あ、建設会社。そうです、あの、なるほど、まあ言うてもね、ほったらかししてたら持ってないじゃないですか、税金かかるだけで固定したんですとか。だからそれを、まあ、コインパーキングに変えて収益の上がる物件にしてみてはいかがでしょうかという。見積もりは無料でございますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。はい、はい、スポンサーは3つで。3つで、はい、3つしかないです、はい、すいません。いえ、お先輩の前にちょっとあのビールとか飲ませてもらってますけど。ああ、勝手に飲んどくの。ありがとうございます。私、お酒一切ありません。あ、そうなんですか。お酒飲めない。なんか、ちびちび日本酒行ってはりそうな雰囲気でございますけども。一時はね、はい、全然飲めなくて、はい、
で、嫁はんと別れたんちゃうな、追い出されてね。あら、まあ、いろいろ、あ、そう、なるほど、追い出されて、出てきて、南の町をうろうろしてたんですよ。はい、はい、そんなことで、まあ、アグクラブのママさんにお酒を教わってね、はい、で、一人飲んで、はい、で、商売やったりして、おー、はい、はい、で、えらい商売だと思って、はい、はい、で、そうしたんですわ。あら、まあ、リアルな、で、リアルどこであれ、それおいくつぐらいの時ですか？若かったですね。とにかく吉本辞めたのが40歳やから。ああ、おいくつの時に吉本入られたんですか？22、23ぐらいかな。25で結婚してますから、はい、22、23で吉本、その時は新喜劇に入られたんですか？あ、もちろんそうです。あ、もう吉本新喜劇やったんですか、もうその時は。もうその時新喜劇。ああ、なんか吉本バラエティやったとかいろいろあるじゃないですか、時代的に。あのね、吉本新喜劇にまずは所属するわけです。はい、はい。で、私の場合はね、昔の方で、あの、竹本幸三さんって、あ、はい、坂井さん、はい、先日お亡くなりになられました。亡くなりましたよ、はい、全然多分連絡ないねんけど。あ、多分ないということはなくなったってことだと思いますけど、多分ね、なく、はい、先日です、本当に。あ、そうですか、はい、あれのお弟子さんがおってね、はい、で、その方とはお付き合いしてるから、ね、その方とは連絡あんのかなかったね。あら、あ、そうですか。その当時に、はい、竹本幸三さん、まあ、作家先生、はい、に、あの、入れてもらえたんですよ。はあ、他の方を訪ねて、はい、はい、紹介で、もともとその吉本新喜劇に入りたくて、うん、その竹本幸三さんを訪ねられた。いや、そうじゃなくて、はい、友達に頼んだら、はい、竹本幸三先生は知り合いだった。はい、はい、はい。じゃ、芸人になりたいなと思ってはったと。いや、その前からもう芸人はやってました。あ、やってはったんですか。ええ、それはどこでやってもらったんですか。ええ、それはもういっぱいですな。いっぱい。近々、その前は、あの、やっぱカッパ座言いましたね。はい、カッパ座、はい、あ、この道頓堀、カッパ座、道頓堀じゃなかったです。新世界の新花月というところでやってた。へえ、それは吉本の声じゃなくて。なくない、違うんだ。あそこはね、あの、通天閣の小屋でした。ほう、はあ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 。で、あの、道頓堀のストリップ小屋もありました、ね、はい、はい、小屋でしたよね。道頓堀にストリップ劇場あったんですか？あ、道頓堀にストリップ劇場ありましたよ。道頓に言うてね。大きな劇場だったんですよ。ここに、はあ、なかなか攻めてますよね、今から考えたら。いや、もう今考えたらね、いろんなことやってますな。はい。で、その前は、だから一番最初は、どっから行ったか言うと、はい、やっぱり、新劇から入ってるんです。こう見えても。あら、まあ、ちゃんとした。新劇から入ってね。はい、で、新劇では食えない。はい、食えないですか、春劇は。で、どないしたらいいかな、言ったら、はいはい、ある人の紹介で、はい、カッパ座を辞めた後ですわ、はい、カッパ座を辞めた後にストリップ小屋の坊ややった。ああ、ストリップ場ではなくて、あのな、はい、逃れる場じゃなくて、踊ってた。いやいやいや、見た人もいるかもしれませんけど、それはまあちっちゃいの見せるだけ別にね、はいはいはい、いいのかわからんけど。いや、まあその当時大きくもなったでしょうけど、もうそんな変だよ、あかんね、あかんですね、寂しい寂しいですか、ほんま。いや、まあでも、そのストリップ小屋でボーイとして働いておられて、そうそう、坊やとしてね、はい、あ、坊やという、コメディアンの坊やとして、あ、はいはいはい、はい、もうな、はい、浅草みたいなもんですよね。あ、そう、いや、まあそこみたいなええことはなかったんやけど、はい、その当時は地方周りが多かった、ね、ほうほうほう。でね、オープン時代でしたよ、すげえひどいもんですよ、はい、ただ見せるだけ。あ、もうその師匠とかそれなくて、何見せるだけ。あ、もう、あの、女の人ね、はい、大体踊って見せ間もない。はい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 、いろいろと。まあまあそうですね。ね、あ、その通り違う。どんなんなんですか。いや、交通整理みたいなもん。ただ裸で、と音楽流れてるとかもなく。あ、音楽は流れてる。流れてる。で、こうやっててね。はい。パクッと見せたしまいですわ。はあ、だけ。だけ。こう隠しも何もしまい。はあ、味気も減ったくもありませんな。あ、それがものすごい客が入った。入ったんや、オープン時代やもん。あ、まあそうか、はい、はい、ああ、そんなんでもすごい入った。へえー、ね、座長はね、あの、浅草京子さんやったかな、いう名前でね、浅草京子さん美人やったんですよ、おうおうおう、座長は、はい、
だから格好はわざとやる。はあ。でもあの今ご存じないかもわからない木川劇場とかね。はい。九条劇場。あ、九条わかります。まだありますね。九条です。あ、ありますか。あります、あります。それからあの堺ミュージックとかね。ああ、そこがまだあるかどうかわからない。ミュージックは私が入った当座にできたのかね。はいはいはい。十分ですね。ほう。まあまあいろんな経験させていただきます。京都の方にもね、2軒ほどストリート劇場、伏見デラックスとデラックス伏見。あのほら、当時京武通りにね、昔あったんです。京武通りだったんですか。ええ、へえ。昔のあの寄せ小屋がありまして、はい、でそれがあのストリート劇場があってね、はい、京都ミュージアムかなんかやったのかな、はい、でそれがストリート劇場やって、でその当時にも芝居やってたんですわ。あ、そうそう、芝居を劇場の中ですか。それはカッパラがやってたもの、忘れましたけどね。後にあの吉本新喜劇に入った人がいっぱいいるんですけど、はあ、ははあ、後に、あ、じゃあストリップ劇場を経て新喜劇に入られた方結構多いんですね。そうそう、多いですね。おで私も入りたいんで、はい、そういう紹介があって入れていただいた。今やったらなかなか難しいですよね。その今は大変らしいですね。いや、そうです。ストリップ劇場で働いてたって前職疑われて多分入れないと思うんですね。それは、時代でございますか。あ、そうなんですか。その自分はほらお弟子さんと誰とかしても入れたし、はい、はい、そうですね。であの新規そういう学校がなかったから、はい、学校あるから今はね。そうですね、学校を通じてる。はい、だからまあ、そうお弟子さんとかの方とか新興さんとかね、うん、そういう、まあ、あのスタッフさん、はい、とかで入ってきはる人とかはまだやはりますけどね、当然ね。で先生、そういう、まあ、作家の先生を経て紹介みたいな感じで入ってこられて、そうです。ほら逆に早いことお出番あったんじゃないですか。いや、あの入った時にね、はい、僕は 7月かな、はい、に入ったんですよ、はい、ですぐは行け言われて行って、ここで名前書いてあった。はい、と思う。ええ、もう谷茂じゃないですよ。あ、谷茂じゃないですね。本名で書いてあった。ああ、ああ、ああ。塩谷言うだけで。塩谷、はい。で、塩取って谷やねんけど。ああ、ほうほうほう。その塩取ったのは具合悪かったんですかね。なんでやろ。いやー、やっぱり人間塩取ったらいい。うまいこと言わはんな。いやいや、ほんまに。ほんまっすか。ええ。で、塩谷で書いてあって。はい。で、竹本先生も、男と女が知らんわけや。あ、そうなんですか。紹介で入ってきた割には、ええ加減なもんやったね。はあはあ、その当時やったから、はい、で、入ったんですよ。ほら、はあ、台本に塩谷とか当たるだけで、はあ、見たら女役なんで。ほら、はあ、お山やないですか。えらいこっちゃな、はい、なんか女か、言われて、男なんやんかよ、女役か、はい、まあ、じゃないな、もうやってもらわない、言われて。ああ、もうそれ変わるわけにはいかないですね、そら、はい、もう、その中に何か組まれてますからね、はい、やっぱり、構成で。で、やってもらって、着物着なあかんけど、着方知りまへんわな、その人。あ、そうか、もう脱ぐのは知ってた、脱がすのは知ってた。ああ、そうやね。ねえ、ストリップ劇場で脱がすのは知ってた。脱がすのは、あのな、何を言ってんや、もう脱がすことは知ってるけども、はい、じゃあ、そう、そう知ってますよ。いや、あのね、誰も知ってる。誰も知ってる。だから、着方分からへん。着方が分からへん。もう分からへん。それは分かりますよ。ところがね、優しいね、はい、女優さんがいらっしゃった。もう今現在はもう私とあんまり年も変わらへんのかも分かりませんけどね、はい、うつみ京子さんとかいう方がいらっしゃる、はい、美人の方、はい、やっぱ看板さん、はい、その人がね、パパと言って、入ってましょう、行きましょうって言ってくれて、はい、それでやったことがある。それはもう一番のあれですね。珍しいですね、その女性の役からのデビュー。そうです、新喜劇デビューが。女役でもそのええかげんな女やから、ああ、別にあんた美人であろうがなんであろう、はいはい、おじんかおばんか忘れてるけど、ね、いやいやいや、そこは覚えてません。その通りやらせていただいて、はい、それが大体吉本の初舞台。その時の座長さんは、ところが、はい、そうは甘くないんですよ。ないんですか。あの、ね、はい、新喜劇にはなかなか出れない。え、
今のその言っておられたお出番はどこのお出番なんですか。これはポケットミュージック、あるいはショートショートとか、はいはい、ちっちゃなコントが、コントがあった、はいはい、その当時ですか、はい、新劇出るまでなかなかでした。はあ、じゃあその要は3時間か4時間ぐらいの1日の興行の中の新喜劇っていうのが間にあるんですよね。新喜劇が一番最後、最後ですね、やっぱトリエ、で間になんかちょっとコントとかなんかコメントミュージカルとかショートショートとかいう、はい、はい、なんかあと歌謡ショーみたいなのもあったりとか、そうなんですか。その歌謡ショーっていうのがポケットミュージカル、ポケットミュージカル、ああ、でその間にコントをやってたんです。はあ、でそれよりもコントに出させてもらって、はいはい、あ、なるほど。でそれでお出番があって、まあ、お仕事もらっててるけど、でも新喜劇なかなか出る、いつ頃に新喜劇出られるんですか。それは何年後、もう分からん、もう忘れましたけどね、はい、相当かかったように思いますね。ああそうですか、うん、はい、やってもらうんだ、ね、じゃあその当時の新喜劇の座長さんはどなたなんですか。いっぱいいてはります、ね、あ、いっぱいいてはるんですか。あのおそらく3組ありますからね、はいはい、私の大先輩の平三平さんとかね、はいはいはい、白場大輔さん、白場大輔さん、で大体その後ぐらいにあの花木京さんとか、はい、岡八郎さん、はいはい、でこの人たちが皆座を持った。一番最初誰の舞台出たのかな、忘れましたな。ああ、そうですか、今ちなみにおいくつなんですか。私82です。 82? うわー、しっかりとおしゃべりになられて一切ボケてもないじゃないですか。いや、今ボケてたら出てまへんが。いやいや、そうですよ。ちょっとなんかまだらでどこかな、ここ見たことないです。すごいですね。いや、そうかな、はい、いやいや、すほんますか、いやー、だってもう82ということは新喜劇で、もう今の新喜劇でおられる方で、うん、柳師匠が、あ、柳さんね、今年80、87れたところなんで、あ、私は15年やから、じゃあ17年ぐらいの生まれかな、はい、そしたらね、はい、うん、一緒になれられたことはありますか。昔はね、はい、あの一緒でしたよ。同期は誰なんですか。同期はいないな。あ、そうですか。なくなりましたね。あ、ほぼ、いないですね。同期、同期と狙いね。桑原師匠は多分今86か。誰？桑原和夫さん。あ、和夫師匠。桑原さんはそうそうそう。先輩だ。大分先輩ですよ。大分と。うん。はあ。そうそう。もう今出てあるし。もうちょっとね、去年の暮れぐらいに、まあ、まあ、実際公表はされてないんですけどね。ただまあ、ただおそらくこれが最後ちゃうかみたいな感じのことを皆さんが、お写真に なんとなく一遍病気して、はい、それで出てきはったんです。そうですね、それは知ってるんですよ、ね、はい、ああ、頑張ってはんねや、はい、だからその後同期言うたら同期だいぶ後になるんやろうけども、はい、あの今の言う寛平さんね、はいはい、あの寛平さんだからもう一人いたな、あの木村進さん、木村進さん、はいはい、あの自分がちょうど一番かけられてたなっていた自分がね、はい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 、それこそ あっちこっちでっちとか、あ、そう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 、ね、出ておられる、そうそう、あっちこっちでっち大盤とやってる、はい、あ、はい、ね、いや僕その印象までちょっと覚えてる気がします。あ、そうですか、はい、あの犬いてて、あ、でっかい犬いてて、たっちゃんの犬ね、はいはい、たっちゃんの、あ、井上達夫、え、あれ井上師匠の中入ってたんですか。そうそうそう、あ、それは知らなかったですわ。あ、あれ井上達ちゃんが、え、いや、達ちゃんとこの、達ちゃんとこの、あの、犬や、あ、なるほど、別に達ちゃんが入ってたわけじゃない、うん、入ってたわけ、あれはね、やっぱりそのお芝居できる人が入ってた、ちゃんとプロが、はい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 、びっくりしました、井上師匠が昔この犬やってはったかなと思いました。いや、逆立ちはしちゃったけどね。あ、そうですよね、いや、た、じゃあそう、キャリア的に考えて後輩の方がだいぶ多いですね。考えたら今ご存命の方で言うとね、現代はそうですね。花木師匠は、まあ、先輩です。先輩ですか。岡八郎さんも先輩、まあ、財津一郎さんもいたし、はいはい、千葉太郎さんも、ああ、千葉太郎さん亡くなられましたね、これ、ああ、もう全員亡くなられた、ものすごい、じゃあもうその宝物じゃないですか。いや、
悪いことするやつはなかなか死なんねえ。いやでもそこからまあ言うや座組やなんやってやっておられた中で入られて、まあ、初舞台こそ覚えておられないですけどめきめきと頭角を現してこられて、うん、で、まあ、座長にもでなられてるんですよ ね、 そうですね。いつ頃なんです座長は。何年目新喜劇入って何年目ぐらいに。そんな覚えてます。覚えてない。ただね、はい、あのその当時の偉い制作部の偉い人がおられて、はい、八田さんとか中村さんとか皆さん社長になりはったはいはい、その方たちからね、ある日突然言うてきたんですよ。お中村さんに言われたから、谷重次の週から副座やからね。おああ、ありがとうございます。すごい。いちいち言いに来たんで、社長も言いに来たんで。お今そんなんないでしょ。まあそうです。僕ら逆に言うたら、その副座やとかっていうのは、まあそのリーダーとか言ってたりとかしますけど、実際のところどんな感じでそういう時代がどうやったかってあんま分かんないですね。今のだから、座長になりましたっていう、まあ僕ら後輩で愛ちゃんが座長になった時には、まあご本人から挨拶あって、うん、この度座長になることになりましたみたいなことはありましたけど、その副座やなやとかっていうのは僕らそのあるようになかったか。副座からは言われましたね。で、紙に書かれて、はい、誰それが岡八五な岡八五、はい、点があって谷重おで点があってずっと座長おの名前をそういうその看板のやつがね出てました。はい、あ、はいはいはい、うん、表にこう大きくバーンとこう、いや大きなポスター楽屋みたいなとこパッと貼られまして、へえ、知るわけですよ。あわ、だその時の給料とかもまあまあええんすか。やっぱいいです話。あんまり給料のこと聞きなかった恥ずかしいんだとでもちょっとも変わらない。あ、そうなんすか。別に行ったから言って給料変わるかな、変わらない。おお、1年1年の契約でしたから。あ、当時も、はい、今でこそやっと契約みたいな形になりましたけど、一応契約です。はあ、じゃあ固定給みたいな。そう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 。ああ。それでまあテレビ出たりね、はい、そしたらこれね、ちょっとなんぼなんぼついて、はい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 、でその支払いがあるわけですよね。ああ、当時ほんまにこうどういったんですか、現金で手渡しみたいなっていう形だったみたいな聞いたんですけど、あんま覚えておられないですか。あ、それ、あ、そうやったかな。はあ、あ、覚えてないな。そんなの覚えてない。そんなん覚えてないですね。結構そういうのばっかり覚えてはる人が今最近僕一緒に仲良くやらせてもらってます。はい、あ、なるほど。じゃあその、まあ、副座から何年ぐらい座長やっていうなった時とかはなかなかその襲名披露とかそのあるんですか。ない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 。ないんすか。何にもない。看板だけはちゃんとそういうふうに、例えば花木京さん、はい、谷しげる、どうのこうの言ってずっと並ぶだけで、はあ、別に襲名披露とかそんな全然ない。ないんですか。座長になった時も何にもないです。勝手に名前がパッと動いてるだけで。あ、でも明日からあなた座長ですよという話は一応ある。一応ね、はあ、あって張り紙を刺すしてもらえるという。じゃあだから梅田花月10日間、まあ京都花月10日間、難波花月10日間をそのそう順番に先生のがあるわけ。はあ、当時の新喜劇ってもう作家さんが書いてきたやつをやるってやつ。そうですそうです。あ、別にその座長が打ち合わせ行ったりだとかそういうの。そんなん全然ない。おお、もうちゃんと作家が書いて、今の竹本幸三さんとか、はい、男女を知るさんとかね、はいはい、中村進さんとかいいかな、はい、藤永悟さんとかね。その僕ちょっとその方お名前分かるんですけど、亡くなったもんね、あの方もね。あ、そうですか、うん、へえ。手の森屋さんとかさんのお手伝いとかしました、東京行って、ね、はあ、はあ、うん、なかなかね皆さんええ人ばっかり、はあ、ええ人みんな亡くなりまんな。いや、まあそれはね、悪い人やから残ってはりってありますけど、なんかその悪い人には全く見えないんですけど。いや、ほんまはええ人だ。ええ人なんかよ。いや、そりゃそうでしょうけど。いや、他人が決めることやから。いや、まあそりゃそうですね。まあ、あんまりええ男やなかったで
でもその座長に、まあ、なられて、でそれから何年ぐらい座長やっておられたんですか。その別に座長降りるとかないんですか。辞めるまでですね、やってましたね。あ、吉本をちょっと前ぐらいまでね。ああ、やってました。テレビも全部出させてもらってね。はいはいはい。それで結局あのまあいろんなことがあったから、はい、でやばいから、はい、降りろというような話ですよね。ああ、ね、なんかいろいろあって、はい、だからな、降りますわよね。おお、全部降りた。へえ、ね、やばいことやってあったんですか。いや、要するに借金でいくから。ああ、なるほど。借金の昔、これがいっぱい絡んでたから、はいはい、はい、でそれらが現れたりなんかしたんで、はい、で、ややこしなったアカンから呼んで、これなんだ。ああ、え、博打打ちですか。いやいや、商売ですよ。あ、商売をやった。商売でえらい損して。あ、そう、お店ですか、もう普通にスナックかなんかやられてるってこと。そうそう、みんなもあんた手形が手形でね、ああもう団子ですわ。こう手形が手形で団子なるんですか。もうえらいことです。こんなになってね、ああで結局増えてね、はい、でまあそんなこともありました。ああ、でそれがきっかけで吉本興業辞められて、うん、それから、それからね、はい、ちょっとは大阪にいたんですけど、はい、ある方の紹介で、はい、和歌山富三郎さんの事務所に入ったんです。ごっつい俳優事務所じゃないですか。そう和歌山富三郎さんの事務所に入ったんです。ほう、あれ、それが失敗でな。え、失敗なんですか。明らかに成功な匂いしかしないですけど。いやー、すっごいやっぱ怖かったですよ。いや、そりゃそうでしょ、あの人怖い人でね、はい、本物より怖いんちゃうんですか。あら、怖いね。あ、ですよね。でその当時もペコペコしてただけでね、はい、あんまりいいこと思いにして。あ、そうですか。そんでまあまあ仕事はちゃんといただきましたよ。ああ、もうやっぱ美味しい仕事をね。役者としてですか。いただいたりとか、はあ、地方にもあったりしたしね、はい、もう南座も出たりとか。おそれでやる、あ、その方の事務所におって今の山城慎吾さんの、お付き合いができたわけです。へえ、あ、山城慎吾さんと仲が良かったんですか。はい、おかげさまで、はい、仲がええって向こうが拾ってくれてるわけですけどね。で、あの東京ではだから、かなりの劇場、明治だとかね、はい、名古屋ではみそぐ座、はい、で、この新歌舞伎座で、はい、この3年をね、1年にいっぺん回ってましたね。あ、南座も出ましたけどね。はい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 。おかげさんで、まあまあ、大阪の舞台を出していただきました。すごいです。僕もあれ経験がないので、その歌舞伎座だとか南座だとか、やっぱ憧れの、その関西演劇ではないですけど、新喜劇やらせてもらってますけど、やっぱこの間も山形の舞台立たせていただいてたんですけどね。やっぱその地方の舞台よりもこういうメインのところの大きいところに、みその座はね、あの僕は新喜劇で行かせてもらったりとかしてるんですけど、新歌舞伎座とやっぱり松竹座、あと南座とか、僕京都なんで、まあ、南座とかやっぱ憧れの舞台ですね、ああいうとこ、はあ、まあ古い形ですけどね、今また新しくなってるんでしょ。南座、はい、中野に新しくなりましたね。外にもちょっとだけリニューアルされましたけど、はい、そうなんでね、まあまあ、はあ、舞台も踏まえていただいて。すごい。じゃあもうずっと現役で、まあ、そのなんかこの時辞めてたとかいうわけじゃなくて。いや、そんなこともないですよ。だから山城慎吾さんが、はい、亡くなるちょっと前ぐらいに、はい、大阪に帰ってきたんですよ。ほう、で帰ってきたんで、なんか一人でやるもんないかいな、ほう、と思ってやったのが猿回しです。それでおいくつぐらいの時ですか。いくつなんかね、40で辞めてやから、はい、猿回しを15年ほどやりましたから、はい、それが15年、20年前に猿回しをやってたいことでしょうね。あ、20年前に、うん、あ、じゃあ60ぐらいまで
やっておられたんですか。そうですね。ほう、そうだね。ほう、でその自分はまだ慎吾さんが入れてはったんで、はい、慎吾さんが要はつこつこでありましてね。あ、猿回しとして。いやいやいや、役者として。あ、役者じゃん。あ、なるほど。で、ね、猿回しもやりながら。そうそうそう。おー、へえ。見たお客さんどっちが猿か分からない方じゃないですか。ええ感じ。急に何言いだすの。すいません、すいません、すいません。ちょいちょいこんな失礼なこと言ってしまった。いやいやいや、それは普通やね。普通。よかった、よかった、よかった。すいません。いやいや、はい、その猿回しに行くなんて、うん、あ、一人でやることないかな。落語とか講談とか、そうだと分かるんですけど。そんな難しいことできる。猿回しも難しいでしょ。いや、猿は生きとるから噛まれて抱き残っちゃうから。そんな感じで考えるんですか。まあ、で、ある人がね、はい、ずっとやってたんですよ、猿回しを。ほうほうほう。で、松竹にいてはった大鳥乱太。大鳥乱太、乱太だった。大鳥圭介宅さんのお弟子さんでいたんですよ。まあ、亡くなりましたけど、その人がね、猿回しやった。ほう。で、その前にそれの市長みたいなんと知り合いになってたんですよ。ほうほうほう。岩切さんです、ね。はい、九州の方です。で、その方が猿を扱ってて友達になったんで、はい、俺も猿回しやろうかな思ってんねんで、猿を頼むわ。ほうほうほう。ほんなら先に今の大鳥乱太さんのお猿さんをやって、ね、やったみたいです。で、何やお前、お前から言うてんのに、なんでわしにくれへんの。ほう。いや、あれミスやしない。はい。ほんまにいるか、いる。よっしゃ、今度連れてくるわ。そんな感じでサラダのやり取りあるんですか。今度連れてくるわ、みたいな。なんか、ものすごく可愛いお姉ちゃん連れてくるみたいなのんで。ほんま、そんな感じでね。ええ、こうなんか、みたいな。で、まあ、仕事の帰りに連れてると、おろしたりとかしよう。ほうほう。はじめはね。はい。その猿も亡くなって、はい、で次おらんかな、はい、だからおるおる、ちょうどええよらおるわ。おう、これが一個も芸せえへんねん、なんぼ教えても。あ、そ、どういうふうに教えていくのかが分かんないです。そのなんか犬や猫やのそのお手やなんやと思ったら分けちゃうじゃないですか。ちょっとね、はい、あんたは師匠たちが教えてくれはったのは、やっぱりお猿さんを動かすことかな、ね。ほう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 、ね、はい、つないで紐がついてる、はいはいはい、でその紐をピュッとこう操るわけ。ほうほうほう。でピュッと下がらちゃう。あ、なるほど。こうちょっと引っ張り方だけで頭下げたりとか手上げたりだとか、もうちょっと操り人形みたいな。そうそう、最初ね。でそんなんで教わっていて、機嫌悪かったらしょっちゅう髪に切ると。ほう、そういう状態ですわね。へえそれでもどこでやらはるんですか。劇場でやらはるんですか。いやいや、やっぱりスーパーとか。はあ、はあ、はあ、ね、スーパーとかで。はい、スーパーなんか。もうこれガチガチの余興ですね、そしたら。あ、そうそうそう。はあ。スーパーとか祭りとかね。はい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 。行きましたよ、結構。直ですか、もうそんなの。もう個人で。あ、直直。あ、じゃあ結構いいお金になる。その通りね。ねえ。でも私らの塾はちょっと安まった時代ですよ。その前やったらえらい儲かったらしいです。うわー、もうちょっと早かったら。あ、そう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 。でも山城俊吾さんと知り合わへんかったら、もっと早い段階で行ってたら。いやいや、そうとは限らん。やっぱり資料とおかげで今まあ。あー、すごい。でも人のご縁が素晴らしいですね。まあ、竹本幸三さんの流れで吉本興業、吉本新喜劇で座長になられて、でその後まあ言うてもね、その若い方、森山三郎さんから、山城慎吾さんから。そうさ、やっぱり若い方、森山三郎さんの家に慎吾さんよう遊びに来てはるんですよ。はいはいはい。で、ここ楽しい方面やねんかい、って言うてくれ。おーい。東京出へんかい。で、その前は松原健さんの舞台出たんですよ。おー。私ね、はい、新座で。はい。で、これが新幹線に行くんですけど、はい、その前に新幹線で行く会見を聞いてないんで、はい、慎吾さんの方が、谷庵貸してくれへんか、うん、まあ、若い村屋さん、谷庵貸してくれへんかと、ここで使ってもらえば。へえ。それからはもうほとんど、あの方の方ですね。あ、
そうですか。地方周りはいっぱいでありません。わー、清水明さんとか、はい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 、お、鍋おさみさん、はいはい、今鍋おさみさんは愛媛の方とか四国回ってありますよ。あ、そう、新喜劇の、今新喜劇の方にちらっと入られて、ああ、なんかそんなんちょっと聞いた、はい、新喜劇の方たちと吉本の方たちといろいろ別の色物さんも一緒に、はい、そうですか。それでも年齢もそんな変わらないじゃないですか。鍋さんも80、もうそれぐらいの上かな、上かな、あ、かもしれないですね。ちょっと上な、お元気らしいです。僕もまだお会いしてなくて。あ、そうですか。はい、へえ、あ、じゃあそういうと一緒、じゃあ一緒に舞台にも立っておられる鍋さんと。そうそうそう、鍋さんはね、地方周りやったもんな、そうそう、こま劇と出てあって紹介されて、はい、本当にもう出へんから次どこそこでやって呼ばれて、そうです、地方周りだった。ものすごいいろんな方でお仕事されてるんですけど、はい、重鎮だらけじゃないですか。もうええ加減多いですね、いろいろと助けていただいて、すごい。和歌山富三郎さんってもう、でも僕が童話の人ですもん、はい、すごい人。知らない方多いでしょう。いや、もちろんそうですよ、ね、勝慎太郎さんも、ね、まあ、いや、もう今やね、その、亡くならはりましたし、もうね、その僕はブラックレインとか見てて、うん、和歌山富三郎さん、はい、はい、だから知ってますけど、大体あんま分かんないじゃないですかね。ヤクザ映画とか、あの当時の。そうそうそう。はい、たまにね、慎吾さんなんかは、夜 BS ぐらいで、はい、なんか高橋秀樹さん。秀樹さん。はい、ぐらい出てはって、はい、はい、流れてるんですよ。はい、バラエティにもね、結構いろいろ出ておられて、しんすけ師匠と番組やってはったりとか。そう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 、昼間の番組ね、はい、あれは良かったですね。ねえ、はぁ、めちゃめちゃかなんかちょこちょこ、あ、そう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 、ちょめちょめ、ちょめちょめです、はい、あれやったね。あー、いや、よーすごい。私はもうご一緒させていただいたのはその後ですけどね。はぁ、もう名前忘れました、光栄でね、はい、ご一緒させてもらった。はぁ、ほんで、教えたことある、愛すかし、愛すかし、おー、ギャグを、ほんだそれを、いわゆるの舞台でやったらしい。それ何やねん言われたらしい。ちょっとせっかくですから、ちょっとこのコーナーに行かせていただいてもいいでしょうか。レコメンデーションスウィーン、このコーナー、ゲストの方のお写真を紹介するコーナーでございまして、先生がお写真いただいてます。ちょっとこちらの方のお写真でございます。まず1枚のこちら、どうも。これはすごい、年季の入ったお写真でございます。これはいつの誰と誰との写真でございます。これね、林美智子さんですよね、一番右側。はぁ、林美智子さん、はい、で、あれは私ですよね。はい、もう分かります。で、その隣が花園ひろみさんで、こっち側は三井なんとか、三井さんやったかな、名前はちょっとドアソリしてるんですけど。へぇ、はい、これ、いつのお仕事の、この、逆にその後ろにいてるゴリラみたいなおっぱい二つあるような、これが気になってしゃあないですよ。あ、なんや、あれは関係ないですか。あれは知りまへんねや。あれは知らないですか。あれ気がつかなんだな。あれが誰なのか逆に気になってる。当時でリーの T シャツ、なかなかハイカラちゃいますこれ先生。え、リーの T シャツ、なかなかアメカジの。そうですかね、知らんねん、まあ、なんかあるもん着ていくさかいに、こうだ覚えはないんですけどね。もらいもんですか。ほとんどもらいもん。大ぶって、ごっつい舞台だってあるから。そうですね、地方も回りますけどね、いっぱい。いいお写真ですね、これ綺麗な写真やっぱ。ねえ、フィルムでやっぱ撮ってるのやっぱ綺麗ですね。ああ、なんかね、私ね、自分で芝居やったとかなんかそういう写真は一切ないんですよ。あ、そうなんですか。ほとんど言うてるぐらいないんです。撮ってもうたことないんです。あ、そうなんですか。たまにこの衣装着たらやつを写真撮ってもうたりとかにもあるんですけど、ね、ほとんどないんですね。はあ、だから芝居やってる最中のやつを貸してくれ言われてないんですよ。へえ。いや、その中すみません、何枚かお写真をいただきまして、貴重な写真。じゃあ続きましてのお写真でございます。はい、こちらでございます。どうも。あ、これは、これはね、覚えてないねんな。覚えてへんのかい。いや、真ん中は覚えてません。ああ、まだ、いや、わかりますけど、まあまあ、なんか、ハリボテに顔出してみたいな感じになってるんですよ、ま、真ん中の方ですね、先生。真ん中はね、はい、だから、昔の、やり手ババアですよ。あ、の役を。え、役をやる。おー。でね、身近の方はね、和歌山富三郎さんとこのお弟子さんやったと。あ、
別にその芸妓遊び舞妓遊びしたかった時のとかでお芝居のお写真で、はい、そう、ああじゃあ役者さんなんですね、両サイドとも。両サイドもそうですね。ああ、もう覚えてないですわね、かかわれて、あ、ホームとかその地方行っておられた時の、これは地方行った時のことがわからんですわ。ああ、いつ撮ったんやら、まあこういう芝居やってるんやったらひょっとしたら南座かもわからない、ね、ああ、芸妓さんや舞妓さんとお話しでやったら、南座のお芝居時代劇結構あったんで、ああ、南座やったんで、なるほどなとは思います。ちょっと続きましてのお写真でございます。こちらです、ドン。お、あ、これ猿回しです。はい、このやってましたよ、これ2010年5月29日デジカメで撮ってるやつですね、もう。あ、そうそうそう、ね、爆笑演劇で猿の劇とかいて、ね、そうです、そうです。これは先生の座組ですか、演劇、演劇っていうのは。あ、いやいや、要するにお猿さんやから、はい、演劇ですやんか。あ、はいはい、猿の演劇、演劇、学園と書いたら、あ、また猿ですわ。あ、最後の猿です。で、明らかに後ろの感じがして駐車場ですか、これ。あ、これ駐車場、あーに紅白の、を張ってね、張って、で、そこで、あの、ちょっとやれ、やらしたことある。携帯にはもっとあるんですけどね。猿って、僕、あの、全然10年とかわかんないですけど、結構長い。大体はね、20年生きるそうなんですよ。そうですか。ところが、うち10年と5年しか生きてない。いや、短っ。これ5年やったんですよ。3名ですね。かわいそうで。でも、それからはね、これ見て、ね、何年でした、今。2010年でした。2010年、今20年。そう、22年です。22年であったらな。あ、そうか、そうか。あ、これでも最後の本なんか写真ですわね。おー。もう完全デジタルですもんね、これはね。そうそう、デジタルで、はい、わし撮ってもうたんですよ、自分のカメラに撮ってくれ言うて。へー、その自分のやつですかね。すごい、これも自分の車で行って猿連れて行ってみたいな、で、自分で組み立ててこんなにいっぱいやって組み立てたりとかね。へー、やりました。今ってどれぐらいの団体あるとか、そんなのあんま分かんないです、猿回し。いっぱいあるみたいですよ。あ、そうですか。もう日光とかしか聞かない、分からないですけど。結構、女の、私、女の人の猿回しさんよく見ます。あ、ほんまですか。姫路か向こうの方の傘ですか。へぇ、確か、うん、女の人でね、猿をよく扱ってありましたで、はい、うまいこと猿回しパーンと飛ばしたりとかね、はい、逆立ちさせたりとか、ことやってました。もうこれでもさ、お猿さんとはずっとやっぱ一緒に生活するんですか。いや、生活は別に大きな小屋がありまして、はい、その小屋に入れとかなあかんんですよ。で、寝るときは別に構えへんけど、はいはい、あの連れてちっちゃい小屋に入れるんですけどね、はいはい、普段は鉄格子みたいなのが大きいやつじゃないと許可を下りないんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、ずっと一緒に生活してるわけじゃないんですね、はいはい、もうちゃんとそういうのに囲まれてなかったら、はい、保健所の許可は下りない。へえ、なかなか管理難しいんですね。そしたら、そうそうそう、はあ、お金も取られますしな。あ、まあ、それ、あ、そうなんですか。ええー、そうなんですか。だから犬猫みたいにちょっと凍ってますじゃないんですね。いやいや、やっぱ保健所から5年契約、ほうほう、契約するんです。その時も支払いがある。はあ、お猿さん自体を購入するのっておいくらぐらいなんですか。そのいや、私はお金払ってませんけどね。もらい受けて、やって、あの、来ました言うて保健所に入院に行くんですよ。へえ。で、保健所からあのどこそこの病院中の動物病院へ連れて行って、はい、注射するんです。はい、ワクチンみたいな。いやいや、じゃなくて、あの今の猫や犬と一緒で、はいはい、番号。ああ、そういうの、はい、誰それの思いが、はい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 、逃げたら困るから。あ、そうか、あ、こいつは逃げようからね。へえわ、なかなか大変っすね。そう、買うみたいな大変ですよね。え、はい、それでし、僕らはそんなの分かってないですよ。 聞いて初めて知るみたいなところです ね、 はい、じゃあこれも最後の方のお写真やったという。そうです、一番最後ですね。へえ、これで舞台立ったかどうかも忘れてますもん。え、これは舞台立ってるでしょ。これいやいや、これは写真撮るだけのことで。あ、写真撮るだけのために行ってるだけで。え、そうそう、あ、やっただけですわ。あ、そうなんですね。で、続きましてのお写真でございます。こちら
わ、かっこいい。誰や、えら怒っとんの。いやいや、そらもうご自分でそういうふうにしてはるんじゃないですか。俺はこんな写真を私渡しました。はい、もっとええ写真あって。なんや。ほんまに。いや、すっとくださいましたよ。よかった。いや、にこやかな。ね、ああ。あ、じゃあその続き、次のお写真がそうじゃないですか。次のお写真が。ありました。はい。はい、ここにいこと。あ、これじゃあ。これちゃうの。これは口開いてるだけ。はいはい。とんがらしてるやつ。とんがらしてるやつ。いや、そう。何がいいか知りませんわ。ああ。これ宣材写真ですか。これは、はい、これも宣材写真ですね。ああ、なるほど。うん、そうそうそう。もうこれ終わりでしょ。これ。あ、こちら。アゴイサムさんですわ。アゴイサムさんって今東京の。はい。アゴさん。知ってますけど、何しちゃうんですか今。一時期よー見ましたけど僕。これはね、清水明さんの舞台ですわ。はあ。アゴさんはもうひっくり返ってますから。ほんまにしっかりアゴだけでこんな人わかるってすごいですね。でも吉本にもアゴさんいるらしい。アゴ十郎さんっていうお話、あの。アゴ十郎さん。はいはい。でその後ですわ、知りようだ。あ、そう。アゴ十郎さん、坂大吾さんとか話聞くんですよ。この方は先生が後輩ですか。後輩ですか。あ、ほう。全部後輩です。で先生がおられた時の座長さんって言って同じようなこと座長になられた方は、あ、あとねすぐなったのはね、はい、あの今の木村進さんと、はい、波佐間寛平さんがすぐ座長になりました。あ、そうですか。あの先生のギャグはいつ頃生まれたんですか。ああ、ご機嫌さん。まあ、ご機嫌さんじゃないんですよね。あ、違うんすか。最初はあの言葉に出しては愛忙しなんです。愛忙しない、ね、はい、今これはことはなかったんです。え、なかったんですか。原哲夫さんという方がいらっしゃって、それが先生の役で、はい、で、子供が何人かいたわけです。ほうほうほう。五六人、はい、で、私は一番最後やったんですね。ほう、はい、で、何ヶ月にはね、なんていうのオーケストラの通路みたいなのが、はあはあはあ、新しいですね、はい、でそこをずっと「よいしょよいしょよいしょ」言うて向こうへ行くわけさ。お上手から下手、はい、その時に何かせなあかんな、何かないかいな、もうまあまあええわ思って、一番最後やし、はい、後ろやから、はい、こなしてやるわけですね。え、それだけ、はい、何も言わんと、はあ、それだけで、それだけでドーン来たんですよ。はあ、何やあの歩き方と。今のまあ走ってる。走って、はいはい。よいしょ。で、僕も何言ったやっただけで、ドーカーン来て、お原さんが、どうして言うなんて。分からへんからね、何を我々が怒ってるのか。で、はい、手繋がで、で、ここからよーい、どんで向こう走るぞ。はい。で、私は出番になって。よーい、あ、お前ええわ今。お、あ、笑いと。うわ、嫌な人やな。もうすぐ、一発で。うん、いけずですね。まあそういう時代やから。まだ。でもその後は全部協力的にね。あ、やっとくや。へー。あ、やっぱりその一個ギャグがあったからっていうのも大きかったですか、人気としては。あ、これが最高ですわ。ですよね。あ、最高、そこまでやってるってこと。これがね、お客さんに、要するにショートコントみたいなのやってる時には作ってたし、はい、ポケットミュージカルスの時もコントで作ってた、はあはあ、ところが新喜劇は作ってない。え、あ、そうなんですか。そう簡単に使えまへんねや。またなんで変えたら、はい、受けなんだよ、どないしまんの。ああ、いや、まあとりあえずやってみるとかじゃなくて、もう受けへんかったら、受けへんかったらもうダメ。二度とできひんから。もうダメ。あ、どうされ受けへんから言うて。あ、シビア。ものすごかったですよ。おお。でね、あの花木京さんの舞台座長で、はい、私がね、博士の百みたいな、はい、2階で研究やってて、はい、ドカーン言わして、はい、真っ白になってタタタタ落ちてくる場面。はいはいはい。で、花木さんがピクッと何どないしたんやって言ったら、その時もし、はい。あ、はい、忙しい。ああ、はい、あれこっちゃ。いや、ほうほう。で、それが花木京さんがものすごい気に入ってくる。はいはい。もっとやり、もっとやり。優しい。ええー。優しいっすね。優しかったですよ。もっとやり、もっとやり。おい。兄さん、
もう止めとくんだ、はい、はい、はい、止めとくんだ、はい、やられすぎて、やらされすぎて、へぇー、愛想がしい、愛想がしい、愛想がしいとか、愛想がしいとか、ね、はい、で、その後ぐらいさ、まあ、ご機嫌さんとか、あれ、あ、ご機嫌さんとかね、あれはどこ、どういうタイミングで来たんですか。なんかとやりとりがあって、ああで、いや、まあ、ご機嫌さんやったら、ドーンこけてくれはった。はーい、協力的ですね。皆さんも協力的だったよ。すごいですね、なんとも思ってませんみたいなやつの。そう。あー、まあ、ご機嫌さん。それなんですけど、切られて、うわー、まあ、じゃなくて。いや、いや、まあ、ご機嫌さん言うただけで。あ、それだけで。すごいな。みんな、協力的やったでしょ。ですね、もう何すんだもん、そんな言わんといてって言うたらドーンこけて、やっぱ今も逆にそういう時代なのなあかんなと思いますね。その誰かが何かやるっていう時に協力的な、みんな協力的だった。ああ、みんなで笑い取る、そう、一人のことをちゃんとするは、ワンフォーオール、オールフォーワンですね、これ、ね、やばい、すごい。だからまあまあ生き延び、ね、生き残れたんですよ。いや、すごいです、もちろん結構のお時間でございます。ありがとうございます。いえいえ、すみません。あの、なんか告知とかございますか、この舞台とか。前僕その見に行かせていただいたんですよ。カッパさんも出ておられた。あ、そうですか。あ、そうなんです。それ見に行かせていただいてて、うんうん、で、その先生のことも後々から聞いて、あ、そうだ、あの時に新喜劇のレジェンドって紹介されてて、うん、はい、もうあの東京へは同じメンバーで行って、はい、はい、あ、今月の、あ、今月、はい、今月の20、30、はい、BS の、はい、あのクイズノーベル賞出ました。BS のクイズノーベル賞出られる。もう2回目なんですけどね。ほうほうほう、このあれです。先月の30日の日に取りに行ってきた。あ、じゃあ今月の29日、20、30と2日間。もう言うてる間ですね。もうね、はい、そう、僕舞台とかの舞台はね、今のところないですね。ないんですか。言われたりはするんですけど、はい、あの、はっきりこの日ですけど、もうそういうのないですからね。ま、毎日何してはりますの。で、毎日寝てますいや、まあ、寝れるのは元気な証拠ですけど。もう、あかん、このまま死ぬんちゃうかいな。いや、お一人でしょ。一人です。お一人、寂しくないですか。寂しないね。すごい。いや、隣近所に人がいっぱいおるから、まだ。ああ、だからでしょうね。へえ、猿、うん、とか開いてないんですか。その何もいない。あ、へえ、あんたはもうその後ここで行ってみなあれ、猿、はい、の方が長生きしようと困りますよ。確かに、まあね、面倒みんな、ね、確かに大変、人を探さない。確かに里親なりなんなりいろいろ後々目がかかるから。でも、さから買わないんです、ね。ああ、そうですか。まあ、でもその舞台とかございましたら、また告知でまたここ来てください。はい、ありがとうございます。 YouTube でございますけども、いや、もう大変貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、いや、何をしちゃうんですやら、もう何よりも本当に、お元気でおられて、またなんかどっかで一緒にお仕事できることをね、またやれたらね、はい、いや、ありがとうございます。ちょっとあの私の方から告知でございますが、はい、7月の2日にですね、セカンドシアターという、あの NGK の下に地下にで、劇場ございまして、こちらのネタバトルの私出演させていただきますので、はい、もしあのチケットをご要望の方は私に直接 DM をください。あとですね、毎週水曜日夜9時からオーマイ神様レディオバレて生配信しておりますので、ぜひそちらもお聞きくださいということで、なんか最後言い残したこととかございましたら、何にもお前ないですか。何にもわかりました。こんなものでも面白いな、楽しいなと思ってください。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そんな言わんといて。ありがとうございました。では本日は以上です。どうもありがとうございました。森田信義、ああ。